じさま、見ちゃうね。もう癖になっちゃってる。おじさん見つけたらジロジロ見てしまうの。癖になっちまってるよ。おー、異変探しみたいな感じもするな。自分映ってない、自分が鏡に映ってないというのは異変ではないんですか。これ今手元にあるわ。え、なんか見た目に光って買ったんやけど、何の飲み物かわからんくてさ、怖くてずっと置いてあんね。だからパソコンの起動ボタンみたいじゃない。この目からビームとか出てきそうじゃん。こいつちょっと危ないぞ。それかこの人が出てくるとか、お前の顔も洗ったるぞみたいな感じで。わあ、なんでこれシャイニング、あ、死ぬんちゃうこれ。いやー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 やばばばばばばば、すぐ死ぬやん。異変発生中やって。この車両の異変が消えるまで次の車両には進まないでください。探さなあかん異変もあんにゃ。どうやったら見つけたって判定になるんや。命捧げるしかなくな。うわー、見つけた。うわわ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 わ、これで進めんにゃ。異変ない場合もあんにゃ。うわー、またまたまた、入れ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 、はい、閉じます、やばばば、いや、ここはきつい、ここはきつい。間で死ぬー。電車と電車の間で死んだ。お、お、うーわ、一気に怖いな。停電だ。あれ、開いてる？到着した？駅に。ちょ、待って、こんなの分かりやすく来るってさ、こんな醸し出しててさ、なんか絶対来るもん。分かってるんやから。いや、もうちょっと来るぞとかやめてや。いや、分かってるんやから。みんなの方がちょっと、気をつけといた方がいいんちゃう？大丈夫？心準備できてる？チビラン？みんな大丈夫やった？いやー、雰囲気でやられちゃったら。いや、本来さ、ああいう雰囲気には強いんやで。おしぃーわ！おい！何勝手に盗撮してんねん！おい、おいおい、おい。なんや、可愛く撮ってな。SNS で晒される？何のために？あるけど、最近、なんか電車内でカップラーメン食べてた人とか、晒されてんの見たことあるけど、何もしてないねんけど。こういうことしたら、こういうことしたらあかんねんな。こういうことしたらな。で、これで自撮りしてたらどうする？はずいで、これ。でもさ、実際さ、あれってさ、撮ってるかどうかわからんやん。ずっとあんな感じでカメラ向けられてたらどうする？何？どういう意図？何してんの？うわ、なんか爪ちょっと、爪にちょっとゴミ溜まってなかった。明るい、動いちゃダメ、ドゥノ、あ、今だ、あ、女の子いる。だるまさんが転んだや。わー、懐かしい。この遊びしたことある。だるまさん、え、ちょっと待って、だるまさんが転んだってさ、どんな遊びやったっけ。近づくのはいいけど、近づいた後どうすんやっけ。てか、えしがだるまさんが転んだって言ってるけど、えしが言うんじゃないよな。背後からお尻触る、やめろ、幽霊に向かってまで痴漢すんの最低か。はい、タッチ。あっ、ちょ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 、びっくりさせやがって。タッチで済んだわ。一方通行のだるまさんが転んだでした。お酒の女の子、探して、ピンドミ、どこにいる。外で走ってたらどうする。で、電車と並行してタタ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 って走ってる可能性とか。あ、いた。地味に怖いわ。並行して走ってて欲しかったけどな、意識には。ん？なんて？助けてください。誰か、ちょっとこれ、さっきの IC やん、閉じ込められてた。え？誰かいませんか？はい。普通にさ、霊がさ、生きてる人を死の世界へ呼び込む時のやり方やん。警戒態勢どこ行って。いや、警戒してたよ。でもさ、自分だってここに閉じ込められたことあるから気持ちわかるやん。開けてあげたいって思ってしまったんや。電光掲示板確認。うわ、レイゼン、レイゼンのこと嫌いになりそう。ん、なんか書いてある。またうわ、なにこれ。なんか iPhone？ あ、電車の扉かこれ。894、あ、わかった。8行って9行って、4行ってってことか。8行って、だからこれで 1?1、2、3、4、5、6、7、8。 あれ違うな。じゃあ何 9？ え、ちょっとどういうことや。あ、何してた今。あ、今何してた。おいしい。
あ、わかった。こうか。1、2、あ、あ、ちゃう。え、だから8回右の扉触って、9回左の扉触って、右に4回ちゃう。どういうことや。8回触れってことか、これ。1、2、3、4、5、6、7、8。で、こっちの扉行って、1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、こっち行って、1、2、3、4。ほらほら、ほれ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 。おっと、やんのか、やんのか、うん、やんのか、おじさん、とうとう一緒殴り合う気になったか、うん。おお、くっそ、メンチなんて切らへんかったらよかった。異変があるんでの張り紙されてる。この紙が異変なんじゃないの。でもないのかな。おもうじっくり見るんじゃなかった。なんでそういうことすんの。座りなよ。そんな通路の真ん中に立ってたら邪魔になるよ。隣はもう空いてるよ。座るんやったら許したろ。あ、見るなって書かれてるわ。ちょっと待って、こいつを見るなってめっちゃむずない。こうやったらだって背中こすれってこと。背中こすって、こうやって。でもさ、これで顔を見るなってことかと思ってたのに。くっそ、背中見たい。なんで背中見ようとしたんや。なんでおじさんの背中なんて見ようとしたんや。こいつを乗り越えれば攻略完了や。あ、ちょ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 、見えた、ちょっと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 見えてもうた、ちょっと見えてもうた。おーし、ゴール、うぃー、異変ゼロ。あ、すげえ、全部異変見たから駅に着いた。おー、本当のクリア。おー、あ、電車も行った、やった。一回これ座っとく。いやー、楽しかったな。あっという間やった。なんか名残惜しいな。まだ続くかも。お、わー、なんか見慣れた感じ。どこの駅もこんなんなんやな、きっと。え、8番出口や。おお、おじさん歩いてきた、向こうから。まさかの8番出口の続編やと思いきや、こうした石は8番出口へ迷い込むんやな。怪奇現象に合いすぎやろ。あ、夢だった。夢だったのか。配信開始1分とかじゃないよな。早15分でクリアして。え、マジで？15分でクリアしてって。あれ、最初言ってた話やな。